E26 系客車は東日本旅客鉄道が1999年に製作した寝台客車である。本校では24系客車から改造編入された電源車科や27型についても記述する。1988年に運転を開始した北斗製をはじめとする首都圏北海道連絡の寝台特急について 設備を一新した新系列の客車群として投入された。JR グループが新造した初の新系列客車であり、日本の客車車両としては本格的にステンレス車体を採用した唯一の系列である。JR 東日本の特急型車両で全形式でステンレス車体を使用しているのは本形式のみである。1989年に製作した24系客車。 夢空間の使用経験も参考にし、すべての客室を二人用 A 寝台個室で構成し、高水準の接客設備を持つ寝台列車として開発された。一編成が制作され、1999年7月16日に上野札幌間の寝台特急カシオペアの愛称で営業運転を開始した。以降、北海道本州連絡系統を代表する 列車として運用されていたが、北海道新幹線開業に伴う青函トンネルの河川昇圧により、2016年3月21日を最後に上野札幌間の新大特急としての運用を終了した。カシオペアの運行終了後は、北海道方面への団体ツアー列車として運用される予定と発表があり、同年6月4日のカシオペアクルーズから運行を開始し、 6月11日からは、カシオペア機構としても運行されている。それに先立ち、2016年3月24日に、青函トンネルを含んだ新幹線、共用走行区間における、新幹線用の信号保安設備対応工事で、カハフ E26 から1、スロネ E27 から1、スロネフ E26 から1の3両が、大宮総合車両センターへの配給輸送がなされ、 そのうち、同年4月6日に、スロネ E27 から1スロネ FE26 から1の2両が、大宮総合車両センターから、オグ車両センターに配給輸送で戻っている。2000年度第43回鉄道優の会、ブルーリボン賞受賞。ここでは、各形式に、共通の仕様を記述する。個別に異なる部分は公設を参照されたい。各設備の配置については、 上野駅から札幌駅に向かう進行方向右側を海側、進行方向左側を山側と記述する。車体はステンレス製軽量車体で編成端となる展望室部のみ普通構成である。ラウンジカーを除いてボギー台車間をバスタブ式に床面を落とし込んだ2階建て構造としている。車内の配置は海側に個室を設け、通路は山側となる。 通路部分は平屋部分と同レベルとされ、各個室は通路から直接紹介段で連絡する。側窓は海側が各階の客室に窓を配した上下2段の配置で、通路となる山側は通常の1段配置である。側扉は車端部1箇所に片階式の引き戸を設け、扉窓は楕円形である。内装は木見町のパネルを多用し、 建築技術の技法を取り入れて、品質の確保とコストの最適化を図っている。外部塗色は、ステンレス地肌の無塗装、展望室部分はシルバーメタリックとされ、車体中意の客室窓と同一の高さに上から青、紫、赤、大木の5本体を配する。編成両端のスロネフ E26 系、カハフ E26 系の車体側面には、 列車名のキャシャピアをデザインしたロゴマークを付す。スロネフ E26 系、カハフ E26 系の展望室上部中央には、差し状の衣装を設け、標識灯などの透過類を収める。正面中央の相性表示器、編成各社の側面行き先表示器は共に LED 式である。客室設備は、全車が二人用衛身台の個室とされ、 一部の個室は予備寝台を使用して3名で使用できる。AA 寝台車のスロネフ e 2 6系、スロネ E26 型は中央部の個室を重装方式とし、1階部分はツインベッドの寝室、2階部分はソファと化粧室を設けたリビングを配する。2階のソファは寝台に転換でき、3名での利用が可能である。スロネ E27 型は二デッキ構造で、 会場、会花は別個に独立した個室である。二組の寝台は線路方向と枕木方向の L 型配置で窓際の寝台は収納して座席と兼用するソファーベッドである。車端部の平屋室は壁面収納式の予備ベッドを備え3名での利用が可能である。各室には各種放送やビデオなどを視聴できる AV システムを設ける。 トイレ、洗面所は各室にユニット式のものを設け、一部個室では各室にシャワールームを併設する。E26 系客車の台車 TR250 系ブレーキは、電気指令式を常用として装備し、複数の牽引機関車に対応するためのブレーキ、指令読み替え装置を持つ。従来の CL 方式も併設し、予備電源車かや27型を連結する際に、 使用する。台車は軸量式の軽量ボルスタレス台車 TR250KTR251 型で枕羽根は空気羽根を用い、溶断波を装備する。基礎ブレーキ装置は踏み面ブレーキとディスクブレーキを併用する。滑走検知機能を併設し、車輪のフラット発生を抑え、乗り心地の確保を図る。車両間の連結器は、 中間車が電車と同様の密着連結機で編成端部のみ、密着自動連結機を装備、衝撃緩和のためゴム式のダブルアクション型干渉機を併設する。本系列は集中電源方式であり、サービス電源はカハフ E26 系の床下に設けた発電設備から編成全体に供給される。固定編成客車で初めて車両情報装置を装備し、 サービス機器操作や列車状態確認などを車掌室で集中管理できる。オグ車両センター上野間の推進階層に対処するため、スロネフ E26 系、カハフ E26 系の展望室部には、全消灯、ワイパーなど前方間施設備のほか、推進運転用の諸設備を設ける。スロネフ E26 系、カハフ E26 系の展望室部には、 非常口が設けられている。非常口扉は、車内外より、開場可能であるが、車外側の開場装置外は通常は施錠されている。改造車を除き、各形式とも1999年の製作である。寝台特急、カシオペアの運行外況、設備の詳細など営業に関する内容については、当列車の項を参照されたい。 スロネフ E26 系スロネ E26 系スロネ E27 型基本番台スロネ E27 型100番台スロネ E27 型200番台スロネ E27 型300番台スロネ E27 型,、e、型400番台マシ E26 系戒側の携帯マシ E26 系山側の携帯カハフ E26 系や二27型12両編成1本及び予備電源車を オグ車両センターに配置し、寝台特急、カシオペアとして、以下の編成で使用されていた。一編成で運用する、都合上、車両の検査時は列車を運休とする。ありがとうございます。